皆さんはアイデアが出すのは得意ですか？私今まで、そこそこの時間を生きてきましたけども、そういう人にですね、ついぞ出会ったことはありません。どんな人もアイデアを出すというには苦労をしているようです。そこで今回のそもそもは、そもそもアイデアが出ないということについて考察をしてみたいと思います。アイデアを出すのが苦手だと思っている人の共通点、それは皆さんがそれぞれとても高い理想を持っているということです。この理想を打ち砕くには、まず自分の常識を疑っていただく。これがとても大切になってきます。そんなわけで今回のポイントは、自分の常識を疑う。これにしてみました。皆さんは新しいアイデアを考えなさいと言われると、なんだかすごくハードルが高い、そんな風に感じているのではないでしょうか。はじめに結論を述べておきたいと思います。それはアイデアとは既存の要素の新しい組み合わせであるということです。先ほど新しいアイデアを出せと言われると、すごく心理的なハードルを感じてしまう、そんなことを言いましたけれども、それとは真逆。アイデアはあくまで知っていることの新しい組み合わせ、これに過ぎません。アイデアとは素晴らしい思いつきでしょうか。もちろんそれは間違いではありません。でも思いつくとはどういうことでしょうか。図を使いながら考えてみましょう。思いつくとは、この図で言うと左から右に行くことでしょうか、それとも右から左に行くことでしょうか。左から右の矢印は、何もないところから素晴らしいものがやがて生まれていく、そんなイメージを持ちますよね。では思いつきもそんな風に、何もないところから新しいものが生まれるんでしょうか。実はそうではないんです。思いつくというのは、皆さんの記憶、経験、知識、そういったものの中から、今必要とされているのに一番最適なもの、それが生まれてくる。そんなわけで、右から左に行く、これが思いつくということなんです。では次に、新しさがないとアイデアとは言えないんでしょうか。実はそうではありません。確かに新しさも必要ですが、それは例えばアルキメデスが複雑な形状をした王冠の、体積を測る、この問いに対して答えを思いつくような、今まで誰も考えもしなかったような、そんな新しさなんでしょうか。実はそうではありません。必要な新しさとは、皆さんのチームで、クラスで、そして学校で、また大人の方であれば職場などで、今までになかった少しの新しさがあれば、それで十分です。アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせである。このことはヤングという人が1960年代頃から唱え始めたことです。また少し新しいは十分に新しい、そんなふうに考えると、アイデアを出すということに対して少し気が楽になりませんか。アイデアを出すというと、なんだか完璧でかっこよくないといけない、そういうふうに思っていた方、まずはその自分の常識を打ち破っていただきたいというふうに思います。そうすると次の疑問が出てきますよね。既存の要素の組み合わせなら、どうしたら既存の要素自体を増やすことができるんでしょうか。またアイデア、考えを形にするにはどうすればいいんでしょうか。これらの疑問に対しても、先ほど紹介したヤングという人がヒントをくれています。この続きは次のそもそもでお話ししたいと思います。